ここはですね、長崎でございますが、今日は一日ですね、ちょっと長崎を巡ろうということで、出発いたします、ね、まずはね、小浜温泉に行こうと思いますね。それから、長崎市内に戻って、ちょっとね、有名な茶碗蒸しのお店があるんで、そこにお邪魔しようかなと思ってます。それでは、スタートします。はい、ちょっと一応ね、あの観光名所的なものをちょっと撮っております。ここは温泉、なんて書いてあるのあれ、温泉神社ですね。ここはね、ここね、泉北ホテルがで、ここはね、雲仙ホテル街ですね、観光地で人も多いです。はい、日本で初めて駄菓子屋さん博物館ってことでね、こういうとこありますね。というか、まあそんなどうでもいいんですけどね、ここのね、横のベンチにね、寝てるんですよ、この猫が。絶対死んでるから、潜ってないもん。腹が動いてるもんね。うん、死んでたらカットやからね。生きてる生きてる。かわいいね、動かんで。かわいい。さあ、ちょっとね、温泉でも入ろうかなと思ってますよね。前ね、この辺で入った覚えがあるんですよ。うん、でもなんかないですよね。あれ？あれ？これ温泉っすよ、これ。ここで入ろうかね。なわけね。暑いですかね、これ。ちょっと触ってみて。冷たい。入ろうか。マジですか。ちょっとね。ちょうどいい。あ、ちょうどいいですね、これ。ここ足湯みたいなですね。誰も入っていいんですけどね。誰もいなかったらね、そのままドボーンと入りたいですね。雲仙に聞けるのはいいんですけどね、ここはね、こうね、なんかこれなんていうの、吹き出し、こう、まあ、火山のね、あれがこうガスがね出てるんですね。非常に観光客が多いんですけど、まあ、大変ちょっとうざいのがですね、見えますかね、あれね、ドローン飛ばしてるやつがおってですね、大変うざいんですね、本当に。もう、本当ね、だからもう、頼むからうるさいってね、もう本当に。まあちょっと観光なんですよ、ここちょっとすっげえ、熱い。すごい。落ちたら死にますね、これね。ほんと。そうか。これね、長崎県なんですね。今ここで落ちたらいいんですよね、あのドローンね。ほんとに。うるさいってね。ほんと。おぉ、すごい。すごいっすね。すごいっすね。死にますね、これね。まあ、ちょっと切り替えましょうかね。島原いいっすよ。先に行ってみたら、何もなかったんで、また戻りましたね。いやー、すごいですね、まあ、こういうとこね、こう大分とかね、
行くともっとすごいのが あるんでしょうけどね、ただね、雲仙もいいんですよ。結構こういうとこだと硫黄がね見えますかね。硫黄がねくっついてますね。いや、水蒸気当たってるだけもう温泉に入った気分になりますからね。いやー、すごいっすねー。あ、これね、温泉のこうホテル街ですからね、こう温泉がいっぱいですよ。で、ね、あそこはね、あの宮崎って書いてあります。その奥にあるんですけどね、山は雲仙、宮崎旅館っていう地名がありましてですね、これ、まあ、知ってる方はね、まあ、いいとして、雲仙地獄入り口とかですね、まあ、死にたくないんでもう離れましょうかね。地獄って書いてますね。聖七地獄って書いてますね。それではちょっとまた聞いてみましょう。雲仙は入れませんでしたので、小浜温泉に来ております。これ雲仙からね、行く帰り道にあるんですからね、ここも有名なんですよ。ここはどこかと思いましたか。これ小浜荘、ね、こう昔ね、17年前かな、入ったことあるんですよ。これね、これすごくいいんですよ。ということで入りましょう。そうですね、温泉でございます。露天風呂ね、いるぞ。露天風呂にですね、金魚が、あれこれ、あ、ランチっぽいやついますね。蜂盛りの怖いですね。露天風呂というか、これ池ですね、これね。露天風呂はこっちですね。露天風呂なんですね。ちょっとね、こう古い温泉があるんですが、結構ね、穴場なんですね、ここね。で、これはなんかこう、デトックスにいい、このなんか、丸い砂の、こう、温泉、2500円で入れると。ちなみにこの小浜温泉、普通に温泉入る場合は、400円で入れます。安いですね。まあ、ちょっと今から入ってみますね。まあ、ちょっとね、入ってるときは、なしでとかですね。それでは、よしそうに来ております。めっちゃ並んでますけどね。茶碗蒸しです。新聞ね、茶碗蒸しで有名なものだな。めっちゃ並んだんですよ。なかなかいい値段しますけどね。これ食べてる人が多いですね。とりあえずこっちにしてみました。はい、出来上がりました。それでは開けたいと思います。こんな感じになりますね。カラフルになります。
そうですね。で、こちらが茶碗蒸し。一見見ると、その茶碗蒸しに見えますが、まず香りが違いますよね。まずちょっと食べてみましょうかね。それでは、いただきます。こうやって震えてますよね。よくね、普通に黙ってればちゃんとテレビ番組でよく震えてますからね。うん、まあ、こんな感じで、まあ、これをいただきます。うん、うまいですね。うん、まあ緑茶というブランドだからこその味なんでしょうね。まあうまいです。うん、まあ長崎の名物でございますから、まあ、一度はねこう食べられたらどうかなと思います。それではもう食っちゃいますからね。それでは失礼いたします。ということで、予想に行ってきましたが、ちょっと早くさっさと出なくちゃいけなくて、もう並んでましたから、とりあえず今ドトールに来て、アイスコーヒーを飲んでおります。ということで、長崎の旅をですね、長崎の旅を終わろうかなという感じでございます。でもちょっとね、まだね、まだ今4時ぐらいなんで、もう一軒どっか回っていこうかなという感じですね。それでは、まあこの辺で、では失礼します。まあ食べた後で、実は大村空港に、海産物を買いに来ようと思いつつですね、なんかあそこに見慣れた茶碗蒸しがあるんですけどね、なんか見たことあるんですけどね、これね、ちょっと気になりますね、これね。まあちょっと食べてみようかなと思います。お疲れ様でございます。今日はね、なんか怖いでしょ。今ね、夜のドライブじゃなくて、実はカニ取りに行ってるんですね。まあ、ちょっとね、場所はね教えられないんですけど、まあ、とにかくちょっとカニが取れるところまで移動するんですね。せっかくの休みでちょっと体調悪くてね、ちょっと遊ぶ予定がちょっと狂ってしまってですね、ちょっと待てよちょっと待てよ、お前誰か撮ってるぜ、ちょっと待ってくれマジでやべえ、いるよ、撮ってるよ、やばいね、撮ってるやついましたね。こらやばいな。まあいいや、まあちょっとね、何しかこっちから撮るかということで、まあどういうところかと言ってもどうせね、まあ真っ暗で見えませんもんね。まあとりあえず、結果報告は、撮った後でということでね、撮れるかどうかは見てみないとわからないということです。それでは一回ね閉じます。